年賀状の一例年賀状とは、新年を祝う挨拶状のことで、一般的には、郵便はがきやカードが用いられる。新年を祝う言葉を持って挨拶し、9年中の幸運の感謝と新しい年に変わらぬ、向上を祈願する気持ちを、親しい相手への場合などには近況を添えることがある。日本では20世紀以降、新年に届くよう送られることが多い。 日本では多く取り交わされ、日本に近い韓国、中国、台湾にも似た風習がある。欧米においても1900年前後には、同様に新年を祝う絵はがきを交換することが行われていたが、現在では、クリスマスカードやグリーティングカードで、クリスマスと新年の挨拶を行うことが主であり、新年を祝う習慣としては、チェコやスロバキアに限られる。 年賀状用のはがきの該当販売通常は年末に投函されたものを1月1日に郵便局から括弧ごとにまとめて一度に配達する。日本郵便からはこの事前作業を確実に行えるよう12月25日頃までに郵便ポストに投函するようにアナウンスされている。しかし生活全般の多忙さ年賀状の生活の中での位置づけの変化 などを前提として、パソコンや家庭用プリンターの普及によって、スピーディに準備が叶うようになった、技術要因、各通数の減少などの様々な理由から投函のピークは遅くなり、2005年が前年12月25日、2006年に至っては前年12月30日が投函のピークと報じた。通常使用される、はがきと異なり、年賀状用の お年玉付郵便はがきが毎年11月頃から発売され、これを用いる。よく用いられる図柄は、新年の絵と宝船や七福神などの縁起物、吹きの塔や梅の花など、早春を象徴するものである。お年玉付郵便はがきの発行枚数は、2003年用の44億5936万枚がピーク。 2007年用の40億2105万枚から、対前年比約プラス2.9%となった2008年用の41億3684万枚を、最後に減少し続け、2015年用の年が、はがき発行枚数は30億2285万枚となった。2019年用は24億枚、2020年用の、 当初発行枚数は23億5000万枚であった。これは2003年のほぼ半数、増加途上であった1973年とほぼ同じ枚数となっている。原因として企業が儀礼廃止の方針を打ち出し職場向けに送らなくなったり、電子メールやソーシャルネットワーキングサービスで年始の挨拶を済ませたりする動きが挙げられる。 総務省統計局の人口推計より各年の人口を抽出しその人数で年賀はがき発行部数を割ったもし日本在住者全員が年賀はがきを購入したと仮定した場合一人当たりの購入枚数は何枚になるのかという値は2003年用の34.9枚がピーク2015年用の発行分は23.8枚となった日本郵便では 年賀状は、年賀特別郵便という一種の特殊取扱いとして扱う。その取扱期間は2006年の場合12月15日から12月28日であり、その期間に年賀年市記した郵便物を適当の個数ごとに一束とし、これに年賀郵便と記載した付箋を添えて差し出した通常はがきについて、あらかじめ区分した上で宛先を管轄する。 配達局に送付指導局で1月1日まで止め置くサービスである。それ以降も便宜的に受け付けているが、年賀特別郵便物の要件、取扱期間内での差し出しを満たさないため1月1日に配達される保証はなくなる。年賀明けて受け取った年賀状を見てから出さなかった人へ返事を出す人も多く、これを帰り年賀というお年玉くじのある 年賀はがき及び年賀切手の抽選日頃までは年賀状の配達が続く。松の内の翌日朝のポスト回収分までは日本郵便側における年賀状としての受付、配達となる。一方、携帯電話、スマートフォンの普及により交流がある人でも自宅住所が不明であるなどの理由で、 年賀状を出さずに、電子メールや SNS、インスタントメッセンジャー等の紙以外のオンラインの手段で新年の挨拶を済ませる人も増えた。なお、インターネットと紙を融合したネットで届く年賀状などのサービスもある。LINE が運営する LINE リサーチの2019年のインターネット調査によると、 はがきを送ると回答した人は60代以上で71.7%だが、20代は26%であった。一方、SNS で送信するが30代から60代以上で、いずれも60%に達し、20代では72%に、上った。IT 企業の TB は2017年から、高齢を理由に、今年限りで年始の挨拶をやめることを伝える、例文を、 サイト上で提供している。日本では、期限ははっきりとはしないが、奈良時代から、新年の年始回りという年始の挨拶をする行事があった。平安時代には、貴族、公家にもその風習が広まって、挨拶が直接行えないような遠方などの人への年始回りに変わるものとして、文書による年始挨拶が行われるようになった。近世には、 武家社会において文書による年始挨拶が一般化したほか、非武家社会においても、口頭の代用として、簡易書簡を用いることが、年始挨拶に限らず、一般的になり、公的郵便手段である飛脚や使用人を使った、私的手段により年始挨拶の文書が運ばれるようになった。明治維新後の1871年、郵便制度が確立したが、年賀状は、 書状で送るところがほとんどで、数は、決して多くはなかった。1873年に、郵便はがきを発行するようになると、年始の挨拶を簡潔に安価で書き送れるということで、はがきで、年賀状を送る習慣が急速に広まっていった。1887年頃になると年賀状を出す、ことが、国民の間に年末年始の行事の一つとして、定着し、 その結果、年末年始にかけて郵便局には多くの人々が出した年賀状が集中し、郵便取扱い量が何十倍にもなってしまった。郵便事業に携わる人の数は限られているため、膨大な年賀状のために郵便物全体の処理が遅れ、それが年賀状以外の郵便物にも影響し、通常より到着が遅れることがしばしば発生していた。 しかも年末は商売上の締めの時期にもあたり、郵便の遅延が経済的障害ともなりかねない状況となっていた。その対策として1890年に年始の周廃度数を減らす対策が講じられた。それでも、さらに増え続ける年賀状に、その対応だけではとても追いついていけなかった。また、当時、郵便者は、 受付局と配達局で二つの決心が押されていた。そこで、受付局か配達局の1月1日の決心を押してもらうため、多くの人がそこを狙って年賀状を出すようになり、12月26から28日あたりと1月1日当日の郵便物が集中するようになった。そこで1899年、その対策として指定された。 郵便局での年賀郵便の特別取り扱いが始まった。年末の一定時期、具体的には12月20日から30日の間に指定された郵便局に持ち込めば1月1日の消し印で元日以降に配達するという仕組みになっていた。翌1900年には全国の郵便局で実施、姿勢はがきの使用も認められ、1905年に 完全に全国の郵便局で実施されるようになった。なお年賀状は、本来、元日に書いて投函するのであるが、この特別取扱いをきっかけに年末に投函し、元日に配達するようになった。また、当時は、ある程度の枚数を束ねて、札をつけ、郵便局に持ち込むことが原則であったが、1907年から、はがきの表に、年賀であることを表記すれば、 枚数に関わらず郵便ポストへの投函も可能となった。関東大震災や大正天皇崩御の年は、その年の特別取扱いが中止された。明治天皇と昭和天皇崩御の年は実施されている。年々取扱い量が増えていくとともに、姿勢はがきの取扱量も増えていったため、1935年に姿勢はがきの調布用として年賀切手の発行が、 始まった。しかし、時世の悪化により1938年に年賀切手の発行が中止された太平洋戦争が勃発した直後の1941年12月24日年賀郵便特別取扱いが廃止された終戦後の1948年特別取扱いと年賀切手の発行が再開された この年から年賀き一手の図柄が絵とにちなんだ郷土玩具のものになる。1949年、お年玉付け郵便はがきが初めて発行され、大きな話題を呼び大ヒットした。そして、これを機に年賀状の取扱い量は急激に伸びていった。1955年にはアメリカ合衆国による沖縄当地に置かれた沖縄県でも年賀はがきが発行され、 1956年には年賀切手も発行されている。お年玉付け郵便はがきは当初、寄付金付きのはがきにくじがついていたが1956年に寄付金なしのはがきもくじがつくようになった。1961年から年賀はがきの消し印が省略され学面表示のもとに消し印に模した丸表示を印刷するようになり、1968年には、 郵便番号を導入により、郵便番号枠が追加された。1970年代になると、年賀はがきに絵や文字を印刷する、年賀状印刷が盛んになり、1982年から寄付金付きの年賀はがきにの裏面に絵や菓子が印刷されるようになった。1989年から年賀切手にも、くじが付くようになった。21世紀になると、 デジタルカメラで撮った写真入りの年賀状を家庭のパソコンとプリンターで作成、印刷するスタイルが定着し2005年からは光沢感がありインクジェットプリンターの印刷に適したインクジェット写真用年賀はがきが発行されるようになった2008年には優勢民営化を機にカーボンオフセット年賀はがきやディズニーキャラクター年賀はがきなどの新商品が出た 2017年6月1日に郵便料金が値上げされ、通常はがきも52円から62円とされたが、2018年用に、限り年賀はがきは、給料金のままとした。年賀はがきの発行枚数の減少を食い止める効果を期待しての値段据え置きであったが、結果として、総発行枚数は、前年比より5.6%減少したほか、1月8日以降に、 差し出す場合は、差額として10円分の切手を貼り足す必要があった、ことから、利用者からは分かりづらいと不評の声もあった。この取り扱いは1年限りで終了し、翌年から、通常はがきと、年賀はがきは同一の料金となった。一般に、明けましておめでとうございます。金賀新年等の合詞、9年中はお世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。 などの添え文年元旦など日付から構成される。これに加えて、新年にふさわしいイラストや、差出人の近況を知らせる写真などが入ることが多い。お年玉付郵便はがき1949年に、お年玉付郵便はがきが初めて発行された。お年玉くじについては、毎年1月に抽選が行われている。電子年賀状。 年賀メール年賀状ははがきに書いて出すのが基本であるが、写真素材をそのまま電子メールとして送ったり、特定のウェブページの URL を送ったりする方法で年賀状を出すこともある。この方法は電子化されたデータとの相性が良い上、より手軽に年賀状を送ることができるため利用が増えて、きているが、一方で1月1日0時を迎えた瞬間に、 多くの人が大量の電子メールを送受信するため、通信網に服装が置きいサーバに多大な負荷をかけるという一面もある。特に携帯電話による年賀メールは、新年の挨拶通話である、おめでとう、コールと共に、社会問題にもなり、2000年代から2010年代初めに、かけては、携帯電話事業者では、大晦日から元日にかけての通信や通話に、 通信制限を設ける、0時直後の年賀メールの自粛を呼びかける等の措置を行っていたが、これ以降は通信網の大容量化や SNS の普及などにより制限は行われなくなった。この規制は、携帯電話のネットワークに限られており、インターネットにまで及ぶことはなかった。様々な画材年賀用、ゴム印版の見本年賀状の作成方法としては、以下の方法がある。 手作り印刷年賀状、印刷済み年賀状年賀状には、あらかじめ印刷してある年賀はがきを利用する場合がある。年賀状カタログより図柄を選んで業者に注文し、差し出し人名、社名などを追加で印刷してもらう場合と、あらかじめ図柄、文字のみが印刷してある年賀状を購入し、手書きまたはプリンターで残りの内容を加える場合がある。 業者注文による写真付け年賀状家族、ペット等の近況を知らせることができる写真を掲載する年賀状である。写真を専用のインガ紙に焼き付けて専用糊で年賀状に貼り合わせる方式が使われる。写真店やコンビニエンスストアなどの取扱店の店頭で注文する方法とインターネットの注文サイトで注文する方法などがある。 写真展での注文方法も、カタログ、広告紙による注文方式に加えて、店頭端末機といわれる注文ソフトを利用して、デジタルカメラ、携帯電話の写真画像から直接で注文する方式もある。一部の写真展では、はがきばり機を用いて、店内で作成しているケースもあるが、多くは、フィルムメーカー系の現像所で、集中的に製造される。 印画紙と糊の,の分だけ、通常の年賀状よりも重量が増えるため、基本郵便料金に収めるために、紙片をカットしている。また、表面は、印画紙なので、余白に手書きで書き添える場合は、油性ペンが必要。ただし、一部の現像書では、ライタブルペーパーを使用しているデザインがあり、油性ペンでなくても書き込みができる年賀状もある。簡易印刷機による、 作成、利面のみ、パソコン印刷の普及以前には、家庭用の小型簡印刷機による年賀状の作成が広く行われた。簡印刷機の代表的な製品に、理想科学工業のプリントごっこがあったが、2008年、販売終了。パソコンによる、作成パソコン作成の場合、宛先や7桁の郵便番号などのデータ管理が、 簡単にできるハガキ作成ソフトウェアを使うことが多い。日本郵便は、ハガキデザインキットというソフトを無料で提供している。その他、有料のパッケージソフトウェアとして、筆豆、筆を、筆グルメ、宛名職人などが市販されている。これらのソフトウェアは、年賀状に限らず、初中見舞い、寒中見舞い、結婚や出産、 引っ越しの通知などにも利用できるよう考慮されている。またこれらのソフトウェアで利用できるイラストや写真画像などを有償無償で提供するウェブサイトや DVD ロム付きムックもある。2000年用から完成のお年玉付け年がはがきにインクジェット紙が登場。これはパソコンを用いてインクジェットプリンターで印刷する人が増えたためである。また、 より高画質な写真印刷に対応ができるよう、2004年度は、関東地域限定、2005年度から全国で、光沢市のお年玉付け年賀はがきを発売。価格は10円高い。携帯電話による、作成2008年11月、優勢未明化に伴い、郵便事業株式会社と KDDI は、年賀状離れの進む、若年層に向け、使い慣れた。 携帯電話を用いて年賀状を作って送れるサービス、携帯ポストを創出。企画、運営は株式会社、サミーネットワークスが行い、年賀状の印刷は、マイアルバム株式会社が行う。近年では、スマートフォンの普及により多くのサービス提供が終了。スマートフォンアプリによる、作成2010年頃から、Apple の iOS や Google の Android を搭載した。 スマートフォンが普及し始め、スマートフォン上で動作するアプリが台頭してきた。年賀状専用の編集アプリも2010年頃からアップスドールや Google マーケットで公開され、スマートフォンで利用できるようになった。多くの年賀状アプリは、スマートフォンで撮影した写真と年賀状デザインテンプレートとの合成や、 スタンプなどの装飾、コメントなどの文字入力機能があり、アプリだけでも簡単にオリジナルな年賀状作成ができるようになっている。作成した年賀状は自宅のプリンターで印刷できるものや富士フ,フィルムなどの現像書や印刷会社での出力ができるものがある。一部のアプリでは編集した年賀状をデザイン面の印刷だけでなく宛名印刷やポストへの 投函まで依頼できるものもあり、スマートフォンだけで年賀状の準備が完了できる。近年では、日本郵便が、はがきデザインキットというアプリを、富士フィルムが、富士カラーの年賀状というアプリを無償で公開している。また、日本郵便の LINE 公式アカウントポスクマに、写真を送ることで、年賀状を出力するサービスも提供されている。その他神奈川県。 東京都を中心に、シューマイや各種弁当等を販売する、食品メーカー企業券が、毎年11月に、シューマイ年賀状を発売している。もに服している人からは、年賀状を出さない風習があり、その場合に年内に、夢中であるので年賀のご挨拶を遠慮する、胸のハガキを出すことがある。もともとは明治、大正期に、 皇室の体操に対し年賀決令を行っていた習慣が昭和期に年賀状の普及に伴い一般家庭の墓中でも年賀決令の挨拶状を出すように風習として定着し現在に至っているこうした墓中決令の挨拶状は郵便はがきではなく姿勢はがきに切手を貼って出すことが多かったが最近ではパソコンや家庭用プリンターの普及により 郵便はがきを用いることも多い。また、一般的には印刷業者などに発注する場合も多い。喪中のはがきを送ってきた人の家には、年賀状を出さない方が良いとされているが、実際には年賀状を送っても失礼には当たらない。これは、喪中、決礼という言葉の示す通り、年賀の挨拶をお断りしますというよりは、 自分の家は今年は期中なので年賀の挨拶ができなくて申し訳ありませんという意味、すなわち年賀状は新年をめでたく迎えたことを祝うための手紙であり、前年に身内がなくなった、イコールめでたく新年を迎えられなかったからである。夢中の家に年賀状を出すのは失礼という人もおり、一般的には冠中見舞いのハガキを出すことがある。また、最近は、 家族層が一般化し、親しい間柄にもかかわらず個人の死を年末になって知るケースが増え、遅い香電を送るより贈答要選校などを送り、弔意を表す人も増加傾向にある。年賀葉書用の特設郵便ポスト、日本郵便にとっては、年賀状の通数が多いことと集中した期間に配達しなければならないので、通常の人員だけでなく、 学生を中心としたアルバイトなども動員して年末年始の作業をする。通常の時期は一つの配達区を一人の担当者が受け持っているが12月にはこの担当者が通常の郵便物の配達順への整理業務を局内で行いアルバイトが外勤の配達をこなす体制をとることがある。これは家族の構成や商売上の野豪を熟知した本務者が 配達順の整理をする方が有利なためである。2007年の郵政民営化以前は、窓口担当が臨時で仕分けを行うこともあったが、民営化当初、郵便局会社と郵便事業会社が分社化されていた時は、そのような業務ができなくなった。なお、2012年に、両社は合併し、日本郵便株式会社となった。都市部の坪根など、 処理量が多く局舎内で作業ができない場合、年賀状の区分専門の仮設プレハブ局舎や会議室などを利用して12月下旬の区分作業だけを行う。大晦日の昼頃には元日に配達する、年賀状を準備し片付けを行い、年賀状臨時体制は終了し、翌日の元日に備える。岡山市の最上稲荷近辺では年明けに賛同が、 参拝客で混雑して配達できないため、1978年より1日、繰り上げて、大晦日に、年賀状を配達している。1973年から2004年までは、1月2日は、年賀状配達は休みであったが、2005年より、配達日となった。なお、2017年からは、再び1月2日の配達を休みとしている。 特に希望し、郵便局に申請を行えば、年末年始の休暇前にその時点までに届いた年賀状を受け取ることも可能。逆に、長期不在にする場合など、郵便ポストに入りきらないことが想定される場合は、不在届の申請を行うことにより配送を遅らせることが可能である。ありがとうございます。